40歳のグスタフ・アドルフ・グスタフ・アドルフ・ホン・ゴッターは、18世紀に、新生ローマ帝国域で活躍した、外交官、政治家。新生ローマ帝国の一両法である、ザクセン・ゴータ公国に、裕福な市民階級にある、財務官僚の息子として生まれた。長寿で、ハレ大学、イエーナ大学で学んだ後、ウィンに出てその経歴をスタートさせた。当時、ゴータ公国は、 領地の相続について、軽装を抱えており、グスタフ・アドルフはこの問題を広告に有利に運ぶために、皇帝のお膝元であるウィーンに派遣された。グスタフ・アドルフはその人柄と、巧みな話術、及び、危険の人々を豪華で洗練された宴会に、招待することで、たちまち当地の社交界で有名になり、外交官としての頭角を表した。広告もこれに応え、 グスタフ・アドルフは、ウィーンに着任した翌年には、ウィーンにおける、豪武の総代理職となり、1720年には、全権公使の地位と、広国における伯爵の称号を得た。1723年、グスタフ・アドルフは、神聖ローマ皇帝カール六世から、帝国男爵の地位を授けられ、ウィーン社交界のみならず、帝国外交界の長寿として絶頂にあった。特に、プロイセン王、 フリードリ・ヒビル・ヘルム一世からは高く評価され、ゴータ国における立場はそのままで、プロイセンの役職と年金を得た。この恵まれた時期に、グスタフ・アドルフは、あっさりない一戦から身を引き、ゴータ国内に領地と上官を得て優雅な生活を送った。もちろんまだ引退したわけではなく、地位と身分は保持していた。1740年には、晩年の皇帝から、 帝国伯爵に格上げされたが、この年は、グスタフ・アドルフにとってもヨーロッパ全体においても、天気であった。フリードリヒ・ビルヘルム1世が死去して、フリードリヒ2世が即位すると、大王は、グスタフ・アドルフに、大人級の地位を与えて、第一戦への復帰を求めた。その任務はすなわち、カール6世の死去とマリア・テレジアの即位に際して、プロイセン全権代表として、 オーストリアにシュレイジェンの活動を飲ませることであった。しかし、これは失敗する。フランツがプロイセントの最終交渉において、情報の気配を示すと、マリア・テレジアが影からこれを制し、姉妹には強引に交渉を打ち切ったという逸話があるが、この時のフランツの交渉相手が他ならぬ、グスタフ・アドルフである。回戦が決定的になると、グスタフ・アドルフは、 ウィーンからの退去を勧告され、プロイセンに移った。オーストリアとの交渉に失敗し、地盤としてきたウィーンでの立場も失ったものの、大王のグスタフ・アドルフに対する評価は変わらず、重心の一人として腕を振るうことを期待されていた。ところがしばらくして、グスタフ・アドルフは健康を損ない、とても職務に耐えられなくなったため、ゴータに帰って静養したいと申し出た。 大王は深く嘆いたものの、病心とあってはいた方なく、グスタフ・アドルフを故郷へ返したが、再起を期待して年金はそのままにしておいた。こうして、豪太に帰ったグスタフ・アドルフだったが、なかなか健康体を取り戻すことはできず、復帰にはかなりの時間を要した。というのも、宝刀の癖を抑えることができず、食事と酒、それに女性について、節制を保つことができなかったからである。 それでもなんとか、プロイセンに戻ることができたが、現役として活躍することのできる貴重な時間を失ってしまった。長身、大柄で知識深く弁舌に優れ、ライジン・ゴッターの異名を取った。ゴータでは、トゥルビオンとも呼ばれた。料理やワインについても、見識高く、彼の開く宴会には、人が集まり、彼の勧めるワインはよく売れた。食事、酒、女性。 そして掛けごとに財を費やして収まらず、あちこちから年金や役職に伴う給与を得ながら慢性的に赤字財政だった。宴会では先に宴会に出す予定のワインを買い占めておいて、そのワインが自身の影響力で社交界で人気となり、値上がりすると売り出して利益を得るようなこともしたのだが、それ以上に出費の方が多かった。最終的には、 せっかくの領地も手放している。能力の高さで出世し、しかも国を渡り歩くことのできた最後の世代で革命の始まる頃にはごったいあのような生き方は困難になる。地位に執着せず、この世の楽しみを求めて昨日も向くままに生きた。老皮ぶりも含めてロココ時代の代表的な人物の一人である。ありがとうございます。